こんにちは、競馬ラッキー。25年40歳めぐみです。俺の予想がにわかにわかと言われてるのがすごく腹が立ってしょうがないというのをここで皆さんにお伝えしておきたい。俺の予想は当たるフェラリーステークスということで、ダート1600m でございます。で、今回おすすめする馬はこちら、カフジテイク。カフジテイク、久々にいい馬見つけたなと思ったんですよ。まあ、あのネギステークス見た時に、まあ、カフジテイクね、名前聞かねえな、勝ったんだ、って思ってたんだけど、よくよくレースを見返してみるとこの馬が面白い。そう、過去 1600m で勝ったことこいつないんです。全部 1400m で勝ってるんですけど、その勝ち方が直線一気なんです。もう本当に珍しい、このご時世には本当に珍しい直線一騎馬なんですよ。もう最後こうね、東京競馬場のこの 1600m のコースがこうあるとしたら、ここの4コーナーを曲がってですね、曲がってここの直線距離だけで全てをかけるんですよ。それまで一番後ろにいるんです。一番後ろにいて、最後の直線、東京はもう 475m ぐらいあるんですけど、その 400m だけに全てをかけるんですよ、この馬。こう見てて楽しいんですよ。テレビに最初にこうスタートしましたって必ず手遅れるの、この馬。もう必ず手遅れて一番後ろからで、で、最終コーナーの曲がり方もクソ下手なの、この馬。必ず一番経済的じゃないコースを回って、一番こう、こう来たら遠心力でこう来るんですよ、この馬。こう来て、さらにこっからスパートして前走勝った。面白い。ほとんどのレースはこの戦い方なんです。だから見てて面白い。で、今回もしかしたら勝つかもしれない。一番人気になるから、もしかしたら勝つかもしれないって言われてるんですけど、皆さん、この勝負服。この勝負服を覚えておいてください。これ目立つんで、腕が赤いんで、こう分かるんで、だいたいこう、後ろ、あの胸の6つの、こう背中にもついてるんですけど、6つのこの赤い模様は多分分かんないと思うんで、白っぽくってちょっと赤い服に腕が赤いやつが隠しているんです。これの騎手のジョッキーの服を見分けられるようになると競馬さらに面白くなりますね。単勝に5000円、そして副賞に1500円、1万5000円、このくらいの出資が出せない方は丸1個消してください。500円と1500円で楽しんでください。あの2番手はベストウォーリア。これベストウォーリア後方って言われて、今回ちょっともうおじいさんになるんですけど、調子がすごく良さそうっていうだけで、まあ俺は押してくんですけど、うん、まあ血統が云々とかなんだかんだじゃないんですよ。ベストウォーリアは可愛いプリゲなんです。こっちまあ真っ黒の馬なんですけど、こっちはもう金色の馬体をしてて、鼻にすごいこう線が入ってるんです。鼻に一本大きい線が、これを見てると可愛い。ベストウォーリアは可愛い。なんで、カフジテイクとベストウォーリア、ウマレンで買う人は買ってください。僕は買いません。ウマレンでは買いませんが、カフジテイク頭にして、まあ、頭にしないでウマレンとかで行ってください。カフジテイクはほとんど一着取れません。そういう馬なんで。なので、副賞厚めに買っておいてください。思い残すことはありません。じゃあみんな、競馬見よう！